平野省 CM で話題沸騰。アクアロックス、下るレンズって実際どうなの徹底レビュー。16時間後も潤う秘密雫アクアロックス、下るレンズを解説。コンタクトレンズの市場には、多くのブランドや種類が存在し、それぞれが独自の特徴や利点を持っていますが、特に注目を集めているのが、アクアロックスシリーズです。このシリーズは、ボシュロム社が提供するもので、 その独特な技術と設計により、使用者にとって極めて快適な装着感と保湿力を提供します。平野翔さんが出演する CM で紹介される、滴るレンズは、その名の通り、レンズ自体が潤いを保ち、長時間にわたって目の乾燥を防ぐことができる製品です。多くのユーザーがこの CM に心を動かされ、実際に製品を購入してその効果を体感しています。特に日本の女性の間で、 平野さんの存在感と彼が持つカリスマ性が、この製品への関心を大いに高めていることは間違いありません。滴たるレンズの特徴としてまず挙げられるのが、その持続的な保湿力です。一般的なコンタクトレンズでは、長時間装着すると乾燥や違和感を覚えることが多いですが、アクアロックスは16時間後でもレンズ内の水分の96%を保持し、目の潤いを長時間維持します。この技術は、 ボシュロムが誇る先進的な製造プロセスと素材の選定によるもので、他の製品にはない独自の強みとなっています。また、滴たるレンズは単に機能性だけでなく、そのデザインや装着感にもこだわりが見られます。多くのユーザーが、つけていることを忘れるほど自然な感覚と評価しており、これはコンタクトレンズ使用者にとって非常に重要なポイントです。特に、 日常的に長時間レンズを装着する必要がある職業や、パソコン作業が多い現代のライフスタイルにおいて、目の健康を守るための選択肢として、アクアロックスは理想的な製品と言えるでしょう。CM での平野翔さんの姿は、多くの視聴者にとってインパクトがあり、彼の爽やかなイメージが製品の清潔感や信頼性を強調しています。彼の魅力的な笑顔と、滴たるレンズの映像が組み合わさることで、 視覚的にも感覚的にも強い印象を残し、商品に対する興味を喚起しています。このような広告戦略は、単なる製品紹介にとどまらず、視聴者に対して、この製品を使ってみたいと思わせる力を持っています。さらに、消費者のフィードバックを見ると、滴たるレンズを使用してから日常生活がより快適になったという声が多く寄せられています。例えば、 長時間にわたるデスクワークや外出先での活動中でも、目の乾燥を感じず、快適に過ごせるという意見が多数報告されています。特にドライアイに悩むユーザーにとって、アクアロックスの保湿力は非常にありがたいものであり、他の製品からの乗り換えが進んでいる様子がうかがえます。このように、滴たるレンズは単なる視力矯正のための道具ではなく、現代人のライフスタイルに寄り添った革新的な製品として、 多くの人々に支持されています今後も、さらに改良が進み、新たな技術や素材が導入されることで、アクアロックスはより多くのユーザーにとって欠かせない存在となるでしょう。消費者が求めるのは、ただの視力矯正ではなく、日々の生活の中で快適さと健康を維持できる信頼性の高い製品であり、滴たるレンズはそのニーズに応えるべく進化を続けています。 平野翔さんが繰り返し出演する CM の効果もあり、特に若年層や女性層の間で、アクアロックスの人気が急速に広がっています。彼のファンである多くの女性たちは、彼が推奨する製品に対して非常に前向きな姿勢を持っており、これが購買意欲につながっていることは明らかです。また、彼の CM を見た後に実際に製品を購入し、 その効果を実感したユーザーが SNS やレビューサイトで積極的に意見を共有することで、新たなユーザー層への広がりも期待されています。したたるレンズは、ただの一過性の流行ではなく、確かな技術と信頼性を備えた製品として、長期的に市場に支持される可能性が高いです。ボシュロム社は、これからも革新的な技術を追求し、消費者の期待を超える製品を提供し続けるでしょう。そして、 平野翔さんのような影響力のある人物とのコラボレーションを通じて、その魅力をさらに多くの人々に伝えていくことが予想されます。ボシュロム社が提供する、したたるレンズシリーズは、技術とデザインの両面で消費者のニーズに依頼さらには期待を超える製品として評価されています。しかし、製品の成功には、単に技術的な優位性だけでなく、マーケティング戦略の巧妙さも大きく寄与しています。 平野翔さんの起用は、その最たる例と言えるでしょう。彼の爽やかなイメージと製品のクリーンさが絶妙にマッチし、多くの消費者にとって、滴るレンズは単なる視力矯正具を超えた、ライフスタイルの一部として認識されるようになっています。CM や広告キャンペーンを通じて、視覚的な魅力だけでなく、感情に訴えかけるアプローチも効果的に活用されています。特に、 平野さんの笑顔や彼の持つ優しさが視聴者に安心感を与え、その結果、製品に対する信頼感が高まるのです。これが、多くの消費者が、アクアロックスを選ぶ理由の一つでもあります。彼の影響力を利用したマーケティング戦略は、製品自体の優れた性能と相まって、売り上げを大きく伸ばす要因となっています。一方で、現代社会においては、ただ製品を使用するだけではなく、 その製品がもたらす体験や生活の質の向上が重視されています。この観点から見ると、滴るレンズは、単に視力を補正するためのツールとしてではなく、日常生活をより豊かにするパートナーとして位置づけられています。例えば、仕事で長時間パソコンを使用する方や、アウトドアでの活動が多い方にとって、このレンズがもたらす潤いと快適さは、生活の質を大きく向上させる要因となります。 さらに、アクアロックスを使用することで得られるメリットは、単なる快適さにとどまりません。目の乾燥を防ぎ、健康を保つことは、長期的な視力の保護にもつながります。ドライアイのリスクを軽減し、目の疲労を防ぐことで、日々の生活や仕事のパフォーマンスが向上する可能性があります。こうした点で、滴たるレンズは、現代人の健康管理に寄与する製品として、 さらなるる需要が見込まれるでしょう一方、消費者の声を聞くと、滴たるレンズの保湿力や快適さを実感するユーザーが多い一方で、特に目が敏感な方やアレルギー体質の方にとっては、レンズの素材や使用感に対して一部懸念があるという声も存在します。これに対して、ボシュロム社は今後も消費者のフィードバックを積極的に取り入れ、製品のさらなる改善や新製品の開発を進めることが求められます。 また、平野翔さんの影響力が、滴たたるレンズの人気に大きく貢献していることは明らかですが、企業としては、彼のファン層を超えて広がるマーケットにも目を向ける必要があります。今後の展望として、異なる層の消費者に対しても製品の魅力を伝えるための戦略が重要となります。例えば、医療従事者やスポーツ愛好者など、特定のニーズを持つ層に向けたターゲティング広告や、 科学的ななエビデンンスを強調したプロモーション活動などが考えられます結局のところ、コンタクトレンズ市場は競争が激しく、消費者の期待も高まる一方です。その中で、滴るレンズは確かな技術力と効果的なマーケティングによって、消費者に選ばれる存在となっています。しかし、競合他社もまた新しい技術やキャンペーンで追い上げてくることが予想され、 ボシュロム社は今後も市場の動向を注意深く見守りつつ、製品の革新とブランドの強化に努める必要があります。最終的に、消費者にとって重要なのは、その製品が彼らの生活をどれだけ豊かにし、安心感を与えてくれるかです。滴るレンズは、の点で高く評価されており、これからも多くの人々に愛され続けるでしょう。ボシュロム社が提供するこの製品は、 技術と感性の融合によって生まれたものであり、その成功の裏には、企業としての確かなビジョンと、消費者に対する深い理解があることは間違いありません。このように、滴たたるレンズは単なる視力補正ツールを超え、生活の質を向上させる重要なアイテムとして、多くの人々の支持を得ています。これからも、その品質と機能をさらに向上させ、消費者の期待に応える製品として進化し続けることでしょう。 そして平野翔さんのような影響力のあるパートナーシップを通じてその魅力を広く伝え多くの人々に豊かで快適な視覚体験を提供し続けることが期待されています。